どうも。25秒ストーカーさせていただきました。あ、25秒。はい。これをたくさん積もり積もらせて、一本にするという。はい。わかってますよ。そういうことです。年末ぐらいにね、そうだね、出そうかな。動画撮って、写真撮ってます。美味しいですか、ブルーシール。何味と何味？ブルーウェーブと、あの、ま、なんかパイナップル塩。ココナッツ。ココナッツ。しました。美味しい。
り返り動画みたいな感じになっていたんですけど、どうだったでしょうか。今、まあ、今年2023年はですね、いろんなドラマだったりとかで、なので初めて表紙を飾らせていただいたりとか、お誕生日の日にねだったりとか、まあ大学生も無事4年生になり、ちゃんと今順調に年末卒論を頑張っております。そしてそうですね、2024年は私にとってというか、まあ、のんのんいつも応援してくださっているのんのんガールズボーイズの皆さんとか、あとね応援してくださってる皆さんにもいい報告ができるように今まで以上に頑張っていきたいなと思っております。そして今ですね、12月、今これ撮ってる、今この動画を撮っているんですけど、ちょうど巡る未来のドラマの撮影を絶賛している最中でございます。私の役はですね、ひなみさよちゃんっていう、まあ、女の子なんですけど、今までやったことがないような役柄で、私があんまりしないなんか雰囲気なんじゃないかなっていうのはあるんですけど、原作の漫画も読ませていただいて、すごく面白くてハラハラする展開と、本当に先が読めない展開で、今までと違った自分が見せられるなって絶対思っているので、ぜひそちらの方も1月から放送なので楽しみにしてください。そうですね、まあ年末寒いので、皆さんはどう過ごされるのでしょうか。コメント私意外とチェックしてるので、なんかコメント送ってみてください。そうですね、来年の目標は、まあ、元気に私らしくお仕事をこう一生懸命頑張っていけたらなと思うので、あとは SNS ですね、インスタとかでは私の素というか、いつもの、まあ、YouTube でもそうなんですけど、そのカノンらしさっていうのをゆるーく更新を頑張っていきたいと思っていますので、皆様もゆるーくチェックしていってください。はい、ということで今年も2023年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。太らないように気をつけるよ。